はい、どうもこみです。さて本日はこちら、つむぎ組さんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、前回、タウンホール13のですね、ドラゴンライダーアタックをちょっとお話をさせていただいたんですけども、それに引き続いて今回もちょっとドラゴンライダーの話をしていきたいなというふうに思っています。で、ですね、私のチャンネルなんですけども、タウンホール12から14までのクラン対戦の解説系の動画を中心にやっております。で、今回13とあと12を、取り上げたいと思うんですけども、14も当然ね、扱っていきますので、見ていただいていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、見ていきたいのはこれですね。ネズミ仮面さんの、ドラゴンライダーなんですけども、タウンホールやっぱね、13って、14に比べて簡単っていう風に思える部分も、まあ当然あるんですよね、タウンホール処理とかは。なんですけども、一方で難しい部分っていうのもあって、まあそこら辺の話もちょっと織り交ぜていきたいなという風に思います。今回のアタックは、突撃艦イエティで相手のロイヤルチャンピオンと投石を処理、さらに、ポイズンでワンチャン援軍処理しようと思ったんですが、これ、ストライカーがね、ちょっと処理しきれず残っちゃったっていうところですね、惜しかったんですが、4体残ったストライカーを、この部分からキングで釣っていって、後ろからクイーンでフリーズで止めながら処理していきますね。このフリーズの判断ナイスですね。これ、フリーズがないと相当量の、キングの体力奪われちゃうんで、この判断超ナイスだと思います。ウェイクライトニングを当てていってシングルインフェルノもう確定ワンパンでホーミングで壊せるレベルにダメージを与えていきながらロイヤルチャンピオンとキングクイーンをそれぞれですね、分散させながら進めていくと分散させるんですがこの距離感大事ですねあんまり散らばってしまうと今度ダメージが受けすぎてしまって良くないので適度な距離感を保ちながらいくということですねアチャクイーンでタウンホールをしっかり壊していきますね。この処理も非常にうまいですね。アチャクイーンのクロークは今回温存しながらいきます。で、アチャクイーンこれ、スケルトントラップにやってるうちにタウンホールの爆破ダメージとスロー効果を回避してますんで、これ美味しかったですね。で、クロークを発動してタウンホール周辺を撃破。で、残りはですね、この3時、4時方面からに、ドラゴンライダーを展開していきながら、6時方面ここですね。ロケットバルーンは出てくるのうまかったですね。こうすることによって、対空砲をロケバルでしっかりと折っていったことが、結構効いています。これによってドラゴンライダーにおけるダメージが相当量減ってますね。で、ストライカートームで、相手のキングを処理してます。これワンチャンロイちゃんが処理できなかったような保険だったんじゃないかなっていうふうに思います。今回、ロイちゃんはイエティで処理ができてるんで問題なかったっていうことですね。で、ポイントなんですけども、今、ドラゴンライダー結構数残ってるように見えるじゃないですか。でもこれ結構ね、自利品でやられていくんですね。じわ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 。こんな感じで。で、タウンホールやっぱ13において何が14と違うかっていうと、タウンホールの処理さえ、14はできてしまえば、あとヒーローが強いんですね。相当ペットがいるおかげで。で、そのアドバンテージを使って、ドラゴンたちの進行のサポートをだいぶしてくれるんですけども、13の場合って14ほどやっぱりヒートのその相対的な力が強くないので、ドラゴンとかドラゴンライダーを使った時に、ヒーローによって得られるアドバンテージっていうのが13の方が若干少ないのかなって思います。その分、その戦術の自由度っていうのは14に比べて13の方が効くんですね。これからちょっともう一本見てもらおうと思ってるんですけども、タウンホール13の場合、バルーンとか、あとは、ドラゴンライダーでタウンホールを処理するっていう、その使い方ができてしまうので、その点における自由度はだいぶ高いと言えるんじゃないかなと思います。だいぶね、ムラが来てなくてすいません。ちょっと最近、別の、アカウントの収録とかを中心にやってたら、あっという間にムラが汚れるんですね。かっこ悪いな。まあ、見したくなかったです。もはい。ですね、こちら見てほしい。ネズミ仮面さん。ネズミの皆さんですね、まだ皆さんかなり、ネクロマンサー系の攻めを使ってらっしゃるんですね、13、12の方は。ドラゴンあんまり使ってる方がなくて、ネズミ仮面さんが、ドラゴンライダーをいつも使ってくださってるんで、こんな感じで動画撮らせてもらってるんですけども、まあ、ネクロもね、やっぱり今、ダンボール12だと相変わらず強いというか、当然何の環境変化もないので、まあ、ネクロ環境が相変わらず続いてるっていう感じですかね。13になってくると、やっぱドラゴンライダーが入ることによって若干環境変わってきてるんです。
で、ロイヤルチャンピオンを使って、この、マルチインフェルノまでホーミングで追っていきますね。これも、ホーミング速攻を使っているのは、おそらくこれ初見だったのかな。この辺のテスラなんかがあった場合に、ホーミングの、飛ぶ位置が変わってきちゃうんで、もう、下手にアドバンテージを狙いに行くよりも、シールド、ホーミングシールドで相手のマルチを滑ることを優先したっていうことですね。ボールブレーカーで一層壁を開けてからの、ドロックバスター、いいですね。こんな感じで、ウッドランチャーだ、間違えた。ウッドランチャーいいですね。アーチャークイーンが結果的にはこのイーグルの方に入っていくんですけども、ここ壁が開いてないと、とんでもない方にこうアーチャークイーンが逸れてしまうっていうことがあったり、ババキンが今この中に入っていってますから、これが入らずにこう横行っちゃったりするんですね。こうなんないように、ウッドランチャーが壁を壊す前にしっかりウォールブレーカーで第1層目開けていくっていうのは、すごく効いてますね、今回。で、アーチャークイーンはゴーレムを盾にしながらヒットポイントマックスでこう続いていくという感じ。で、相手のスーパーガンオイルもアーチャークイーンで処理していきながらワンチャンタウンホールまで見ていきたいというところですね。これ残念ながらクロークを吐いてもタウンホールまで見れなかったんですけども、こういうとこなんですよね。ユニコーンがいたりすると、ここでアーチャークイーンの体力がギリギリ持ってもう一発なんですよ。なんですけども、倒せないタウンホールが落とせるっていうのが14と13の違いなのかなっていう感じですね。で、その代わりこういう風に、ドラゴンライターとかバルーンでタウンホールを落としてもポイズンの効果っていうのがないので、その辺の自由度が高いっていうね。で、ロケットバルーンうまいですね。この対空砲をきっちりロケバルで折っていって、で、ドラゴンライダーがそれることもないし、かつ、対空砲のダメージを受けることもないし、ということで上手に中心部分にこう向かうルートをね、サージカル的にドラゴンライダーを出してたんですね。こんな感じで、トウモを使ってマルチインフェルノゾーンを突破していきながら、さらにロケットバルーンで2本目の対空砲も狙っていく、うまいですね。で、このままあとは、バルーンと、なんだっけ、これ、ドラゴンライダー、頭っこなしますね、ドラゴンライダーで対抗していくっていう感じですね。やっぱ結構ね、厳しくなりますね。ヒーローパートって実はドラゴン系のユニットを使う上ですごく重要なんですよ。キングとクイーンが最後まで生き残るような、ドラゴンラッシュっていうのも本当に、ダンホール13やったことのある方だったら結構、ご覧になったこともあるだろうし、ご自身でやられていたって方も多いんじゃないかと思うんですけども、今回のまあ13の、ヒーローっていうのはアップデートによって強くなったわけでは決してないので、ドラゴンライダーっていう選択肢が1個増えたものの、ヒーローがね、強い14だからこそ、こんだけ、ドラゴンラッシュが流行るっていうのも、多少あるのかなっていうのが、13のその環境を見ていて、個人的に思うところですね。ではですね、もう1個、12のアタックも見ていきたいと思います。これは私のアタックになるんですが、こちら行ってみましょう。はい、こちらですね。畳編成。これね、タンホール12でも使います。なんだったら多分13でも全然使えると思うんで、やってみてもらえたらなと思うんですけども。これまずですね、エアスイーパーを対空砲で壊します。エアスイーパーをライトニングで壊します。ごめんなさい。中力3本目でもう下が回らなくなってきますね。これね、もうこっちの対空砲の方を壊したかったのに、なんで上の方がしっかり壊れてんのよって感じですよね。壊れないで残るなら上の方残ってほしかったのに。まあ。で、ちょっとこれで、ああ、やっちまったと思って少し調光しましたが、若干、ドラゴンたちを出す位置を、こっちのね、12時方面に変えようと思って、少しプランニングを修正。で、そうでなかったら、ここからドラゴンドーってこうね、出していきながら、突撃艦をまっすぐ当てていこうと思ったんですよね。少し変えようと思って、若干上側に寄せます。こんな感じで。まあ、そんな変わんないですけどね。ドラバルを一気に展開していって、対空砲がね、2本あるんで、もう序盤の逃亡速攻を使いたかったですね。こんな感じで逃亡を使っていって、対空砲マルチインフェルのこの辺っていうのを、ケアしながら、一発ね、やっぱり安い棒食らっちゃったんで、やべえと思ってフリーズ使いました。で、ここで突撃艦を落としていって、落下ダメージでワンチャン安いパー壊れないかなと思ったら壊れず、まあ、それはしょうがないですね。こんな感じですね。クローン2発のレイジー、インビジを使って、中心部分タウンホールとマルチインフェルノですね、を壊していきます。こうなってくると、まあ、対空砲も壊れたので、ライトニング、じゃあ、はい、どうも、スーパーガンオイル、スーパーガンオイルですね。ライトニングドラゴンディフォン。スーパーガンオイルとドラゴンたちの、もう、あとはパワーで押し切っちゃう感じですね。外周部分にはキングが倒れたものの、アーチャークイーンがまだ生き残ってますね。ドラゴンの進行をサポート。で、こちらの、6時方面ではもう大量のバルーンとドラゴンがいるので、このままもう、力で押し切っていく。ね。
や、このね、やっぱり攻め方はタウンホールタイヤ選ばずに使いますね。あの13のサンプルがなかったので、ちょっとね、動画は撮れてないんですけども、おそらく13でもこの、花火編成っていうのはやると相当強いんじゃないかなっていう気はやっぱりします。で、まあ、どういう村に当てはまるのかっていうのは、やっぱりタウンホール12で言えばタウンホールと、あと、インフェルノ、この辺、プラスまあヒーローかな、っていうのが、処理できる部分に、スーパーガーゴイルを落とすことができれば強いし、タウンホール13であれば投石機ですね。プラスヒーローに当てていくのが多分強いんじゃないかなっていうふうに思う。この辺の位置関係の話は、以前の動画でもね、してますので、まあ、そちらの方をまたご覧いただければ、より詳しく分かっていただけるかなと思いますが、いずれにせよ、順位でもこういうふうに撮っていけるし、もう一本ね、順位の、花火で撮った動画があるんですが、まあ、ちょっとそっちも、ね、やっちゃうと、まあ、しつこいかなと思うんで、この一本だけにしておきますけども、こんな感じでやれますんでね、12、13の方も花火ぜひ使ってみてもらえたらなというふうに思います。ちなみに、寸劇艦の中に入れる、ユニットは、スーパーガーゴイルだけにしといた方がいいかなと思います、個人的には。スーパーガーゴイルだけにすると、ホーミング食らっちゃうとかね、まあ、いろんなデメリットもあるんですけども、一方で、レイジクローンを落とす時のタイミングを測る必要があんまないんですね。なんで、それがすごく楽です。プラスバルーン1体とかガーゴイルとか入れるぐらいだったら、何も考えずにクローンでどんどん、スーパーガーゴイルだけを増やせるように、中身をね、もう限定しちゃう方が個人的には、いいかなと思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール13、12の空編成、ドラゴン系の攻め方の、まとめということでやらさせてもらいました。いかがでしたでしょうかね。参考だったなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、私のチャンネル、今回12、13でしたけども、14も含めて幅広くですね、タウンホール隊の、アタック、解説扱ってまいりますので、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。